つもあってます。何よ。食ってしかいね。いや、マジ、もう全部ここじゃん。まあその間こうね街中を歩いて街中歩いてるところでいいからさ、なんか見どころないの、うん、札幌駅にねこのアイヌのねあの右上アイヌの服がね入り口のこのおっさんだけだろそれ取るもんなくて焼肉屋の看板写すだけでしょ。内臓天国ちょっと面白そうだなと思ってさ、これ何の意味取ったのさ、このバスターミナルみたいなのそれね、その奥で、うん、今新幹線の工事してるんだよだからもうこれ新幹線興味ある人はここ来たらね道庁取ってこい面白いから今道庁垂れ幕でっかいのかかって、うん、絵描いてあるから絵だけだね、なんかびっくりアートみたいになってるからそれ取ってこいって、うん、これは何これあの大久保さんの好きな白タンショップあ、そんか、うん、そこも行ってきたから買ってきた、なんかくじ引いてきたわ、あそうです、うん、白タンくじ何当たったの、なんかねちっちゃい人形当たったわ、あー僕はちゃんとね手元カメラでね絶対に食ってるとこ見せられるの今日そうよ、はい、ラムしゃぶ、ラムしゃぶです、いただきましょう、いただきます、いただきます、北海道といえばラムラムといえばしゃぶしゃぶいいなラムしゃぶ、まあみんなジンギスカンだよ、奥にある本当に肉だったね、知ってるわい誰もわかんないわこれがうめえんだほら見てこれだから味違うのかい、こっちが塩だれ、塩そう塩だれと昆布、昆布ね、俺ちょっと塩でいくから選べるんだな、ものすごく美味しいんで、うん、あこれ決まってるよ、うん、味はなんかね新鮮だから、あそうなんだ、うん、ちょっと赤みあってもいいぐらい、これ中国風だっけ、極限まで、ね、やり方えどうなんだろう、薄い感じが見えるかな、いやラムシャブはねうまいよ、これは食べてほしい、っちゃ食べてほしい、うん、うん、まあらたつけどもういいっすか、いいっすよ、もう一気にくれ野菜もな、シャブシャブさせていただいて、まあ、僕はポン酢で食いたいな、やっぱシャブシャブはな、あポン酢はなかったかなこの店、確か言ったらもらえるのかな、どうっすかこれ大丈夫、えもういいでしょ、大丈夫今回は食べ放題でございます言っていい、この人たちさ、うん、あれだよね、なんか観光のトークもしようとする気ゼロだよね、うん動画回ってんの分かってる、分かってるよそれ、隠し撮りしたんじゃなくて、あちゃんと三脚置いて、うん、あみんなでこれ撮ろうねっつって回して、うん、あそうなんだ、そうそうそう、そうなんだよこれ、放題なんです、塩だれうまいな、やばいじゃん、北海道の七全部なくなる俺らで食い尽くしてやるぜ、いやいいな、これこれぐらいいってますか、うん、俺食いすぎだこいつらこれくらい行きますかってさっきと同じ量だからね、これ取りすぎよ、ほんとあれくらい生でも食えるんだよこの店、もう一人呼ぶべき人いたんじゃん、おいそうそれだそれだ呼べ、いや呼べ、それはね用事なんか用事があるらしい、ないって寝てたっていうか忙しいって思うまあ忙しいならしかたない、寝てただけだって、晩までずっとさ確かに出てるから、確かになかなかねおい長旅でしたよ、そうなのさ、コラボ金曜日だったから忙しい忙しいって流れになってると、うん、やっぱ忙しいんだなって思う、イマジナリーじゃん、もうここで今これを見て、うん、あ行きたいなってなるはずだから、またそれこそしゃぶしゃぶとパーラーは行きたいっすよね、5人なりで行きましょうよ、うん、大丈夫かな、5人なり5人ってなんだ、勝つなんか一応勝つね、いやーゆえ払えるな、意外と天の弱なとこあるからね上手に茹でましたラーメン、締めのラーメン、俺もねちょっとラーメン食べてみます、食いすぎだぞ、よいしょ、食いすぎだぞ、入れすぎだぞ、ラムの出汁が出てるこの昆布だれでめっちゃうまいんだよラーメンが、また俺もこれご飯ちゃうんだから俺やんちゃで、奥の塩だれと手前の昆布だれを1対1で割ってラーメンの汁にするんだよね、それじゃあ皆さんごちそうさまでした、ごちそうさまでした、美味しかったです、3人のおじさんの夜は老けていったとさ、残金マイナス940円でもないよ、なんもないよ終わりかい、飯食った、終わりよ、飯食ったらで最後ね、ちょっと解散の時のね、飯食っただけだ、3食食ってきただけだ、お疲れ様でした、いや朝から晩までちょっと遊ばせていただきましたね、楽しかった、一日でしたね、1回飯食っただけだ、いやでも美味しかった、今日はいい一日だったわ、はい、うん、え、うん
まだラーメン食うの。美味しそうですね。これ面白いね。知らないでしょ。あの向こうのね、向こうの言えばというのもいいんだけど、これメインいいんだよこれ。こういうのもだ取りたいわけですよ。上がったり下がったりします。うん。まあ、人生と一緒かな。上がったり下がったり。あとまあ、なんだろうな、あと細く長く、はい、ちょっと幕末の活動もね、くだらねえ。いいこと言うね。ラーメン一個無理やりじゃめったいね。締めのラーメンということで、まあ、これで締めていこうかと思いますので、二人しか酒入ってる、はい、酒入ってる、うん、よかった。ありがとうございました。二人ともよく一緒についてきてくれました。ほら車運転手だから。それでは皆さんありがとうございました。おやすみ。お相手は中岡慎太郎ケイト大久保としみちでした。人が多いからなかなか言えない。はい、それではね、バイバイ。あ、サンセイ、ちょっと足が出ちゃったんだよな、残念ながらな。ちょっと、ラーメンして。飯のチョイスは良かったでしょ。うん。飯のチョイス。観光スポットがな、まあ、ちょっと予算が足りなかったかな。僕、行ってくるわ、一人で。カメラ持って。え、一緒に行こうよ。いや、いいよ、真の観光スポット。一人で喋りながら回ってくればいいんだろう。僕の方が役立つわ、こんなんだったら。もう、あ、じゃあ飯のとこだけ呼んでよ。なんでお前ら呼ばなかったの。いやー、昔はやっぱジンギスカンとかしゃぶ、ラム系食べるんだったら、うん、その、松尾ジンギスカンとか。うん。札幌ビール編とか勧めたけど、そうだね、最近あんまり行かなくなっちゃったのかな。僕は未だに好きだけどな。ど、俺は行かないね、全く。そこでも結構見栄えするよ。うん、うん、特にあの丸まんまるやつね。うん、札幌ビール園はすごくいいよ、うん、あのレンガの中で、うん、10年以上行ってないな。10年以上、うん、いや10年じゃ聞かないな。絶対行ってほしい、そこは。マジであそこってさ、ラムっていう感じより、うん、なんかタレで食う感じない？タレの味って。いや、全然。あ、じゃあ俺の昔の記憶なのか。味付きもあるし、マジで行った方がいい。で、ちょっと高いけどね、5000円ぐらいだけどね。あ、結構高いな、それ。うん、そう行った方がいいわ。じゃ僕ちょっと行ってくるわ、カメラ持って。どこに？教えないよ。もう動画にして持ってくるわ、じゃあ。一緒に行こうや。いや、僕次連れてってくれるんですよね。お、次あればね。なんでだよ。なんで呼んでくれないんだよ。次あるときはマジで暇してるし、うん、もうマジで僕結構札幌の中の観光地知ってるから、うん、はいはい、もう次絶対呼んだ方がいいと思うよ。もうマジでもう本当スープカレーとか任せて。おー、任せて、マジで。いや、でも坂本さん忙しいからな。忙しいかな。いや、でもおかしいっしょ。うわー、あ、でもちょ、マジぶっ殺していいか、野球。